ラクジン。一瞬の出来事で何が何だかわからないけど、メルコールっていうやつのせいでばあちゃんが殺された。俺はやつのところに行くことでこのメッセージを受け取ったために殺されたばあちゃんの仇を取り、行方不明の親父を助けることができると信じ旅立つことを決心した。待ってろよメルコール、何としてもてめえの元に行ってやる。
2年前のパワーオブソリッドで自分の力量のなさを思い知らされた俺は、毎日飽きもせずちょっかいを出してくる千秋を横目に、いつものように黙々と打ち込みを続けていた。そんなある日、2年前の俺と千秋の活躍に感動したっていうメルコールってやつから、世界中の強者どもが集まってブローチを奪い合うっていうゲームの誘いが来た。この2年間もの間、修行の成果を試したくてうずうずしていた俺にはちょうどいい腕試しだ。望み通り参加してやる。待ってろよ、鋼師匠。Ready, go!